はい、どうも AM コレクションです。今日はですね、最近のご飯を紹介していきたいと思います。まずはよだれ鶏と冷やし中華の献立です。こってりとしたタレとたっぷりのネギが乗っかったよだれ鶏、そしてレモン風味のさっぱりとした冷やし中華を合わせてみました。夏の始まりにぴったりの献立です。そしてそうめん定食、そうめんと豚しゃぶサラダと夏野菜の揚げ浸しです。豚しゃぶサラダのコツなんですけども、70度ぐらいのお湯にくぐらせてしゃぶしゃぶするんですよ。そうするとすごく柔らかく仕上がります。じゃあ70度どうやってやるかっていうと、1リットルの100度のお湯に200ミリリットルの水を混ぜると70度ぐらいになるそうです。はい。そして手羽元のさっぱり煮定食、これはですね、この献立丸々 YouTube にレシピ載ってたので、それ全部真似しました。さっぱりにもうすごい上手にできたし、あと真ん中のガンもですね、これ初めて作ったんですけども、意外と簡単にできました。そう、 YouTube のいいとこはその意外と簡単にできるっていうのを見せてくれるとこですね。はい。平日のリアルご飯、仕事終わりのご飯です。だいたいサラダ食べてるんですけど、この日は高島屋で葉っぱのサラダと温野菜のサラダ買って、あと餃子を焼いて食べました。こんな感じのレシピが多いです。でゴーヤチャンプル定食、この日の献立はゴーヤチャンプルとポテトサラダとアレンジおそうめんです。このゴーヤチャンプル初めて作ったんですよ。水にさらしたりとか塩で揉んだりして苦味を取ります。そして卵で閉じて、オイスターソースで味付けをするっていう方法で作りました。はい。そしてアレンジおそうめんですね、これは薬味をザクザク切って、あとトマトも切って、ポン酢とごま油とレモン果汁だったかな、それで味付けしました。はい。で平日の夜ご飯です。でサラダも切ってあったので、豚しゃぶだけ茹でて豚しゃぶサラダとして食べました。はい、桃も添えて。そして最後です。肉じゃが定食ですね。この日の献立は肉じゃがと厚焼き豆腐と、あとトマトとキュウリとささみの中華風サラダです。すごいホロホロな肉じゃがが出来上がったんですけど、甘かったですね。甘みがガンガンに出てました。ただ2、3日冷蔵庫に置いとくと甘みがね収まってったので、はい、馴染んでたんだなと思います。はい、今日はこんな感じです。また料理載せていきたいと思います。それじゃあバイバーイ。